たち。和歌山県新宮市出身、ハロプロ大好き芸人わがままボディたちです。はい、地元の方言教えちゃうシリーズ23回目。どっちだろう、やりました。レッツゴー。よー、ダッチチャンネル始まるよ。はい、23回目になりました。もっともっと見てもらいたいですよね。なので編集とかも頑張んなきゃいけないんですけれども、自分の技術ではこれが精一杯でございます。はい、けどもっともっといい作品になれるように努力したいと思います。そして今回ご紹介する方言はこちら、シーモテ。シーモテ、シモタとは違うんですけど、はい、シーモテっていうのは何々しながらっていう意味なんですけれども、どんな感じで使うかな。料理しもってスマホいじんなやとか、ちょっと注意するときに使うことが多いのかな。うん、しもってしながらなので、そうやね、あるかな、今のぐらいかな。勉強しもってテレビは見れんやろとか言われてた気するけどな。なんか注意ごとによく結びつくから、注意されることに使うのかな、多分。はい、しもってもうちょっと深く、ね、勉強すればよかったんですけれども、ちょっと今自分が話せる言葉が限界でございます。はい、しもってぜひね使ってもらいたいですね。簡単だもん、しながらだから。なのでぜひシーモテ頭に入れてみてくださいね。そして今回流す地元の動画はこちら。でしょうか。すごい、これをね見ながら撮りながら編集しながらすごい思う、帰りたいって。なので、あの3月の春分の日あたりに新宮に帰省する予定でございます。なのでそうできるように予定を組み立てながら生活していくんですけど、次帰った時にまたね、地元の画像や動画をたくさん撮ってこちらの動画にアップできるように頑張りたいと思いますので、ダッチの応援もろもろよろしくお願いいたします。週1ペースでお笑いライブに出ていますし、テレビ関連のお仕事もやっておりますので、ダッチの応援よろしくお願いいたします。ではまたよろしくね、ダッチー。ご視聴ありがとうございました。コメント、高評価、チャンネル登録お願いいたします。 SNS のフォローもよろしくね、ダッチーズ。